笑ライカワセミは、仏法総メカワセミ科に分類される鳥。オーストラリアに分布する大型のカワセミの仲間。人が大笑いしているような、うわははは、と聞こえる、独特の大声でさえずることからこの名がある。全長は40から47センチメートル。鳩とカラスの中間くらいの大きさがあり、カワセミ科の中では、最大の種類である。くちばしが短くて太く、くちばし上部は黒色で、 下部は肌色。頭部と腹は白いが黒か色の下眼線があり、関羽は黒か色のブーチが混じる。翼を含む背面は脳か色で、翼の中ほどの小雨服及び中う服と腰に水色が混じる。オハは茶か色で黒色の帯が7本前後はいる。オハの先端部は白色。オーストラリア北東部のヨークミサキ半島から。 南オーストラリア州アデレード付近にかけて、また、西オーストラリア州南西部やタスマニア島、カンガルー島、ニュージーランドにも移入され、分布を広げている。森林地帯から、木がまばらに生える草原まで様々な環境に生息するが、都市部にも進出している。大声でさえずって、縄張りを固辞するが、このさえずりが、人間の笑い声に似ている。特徴的な鳴き声から、 動物園などでも飼育される。繁殖期は夏で、巣は木のうろに作る。通常、2から4つの白い卵を産む。繁殖に参加しない個体が、放卵や給児を手伝う。巣立ち後も、繁殖に参加しなかった個体が、天敵から若鳥を守ることが知られている。非繁殖期も、家族で生活し、通常、一生果てをその土地で過ごす。寿命は20年前後。 木の枝などに止まって、獲物を探し、獲物を見つけると飛びかかり、大きなくちばしで獲物を捕らえる。日本のカワセミのように水に飛び込んで魚を捕食することは稀で、通常は地上で獲物を捕らえる。昆虫類からネズミ、蛇に至るまで様々な小動物を捕食し、小鳥の巣を襲うこともある。ワライカワセミ族は、他にも3種類が知られる。アオバネワライカワセミは、 オーストラリア、アルーワライカワセミとチャバネワライカワセミはニューギニアに分布している。リーストコンサーン。ありがとうございます。